はいどうも皆さん、こんにちはです。ウィッチャー3ワイルドハント前回の続きからやっていきます。前回がラバーキンですね。流産して生まれた子供を、ラバーキンという、なんだろうね、仲間みたいな、仲間の幽霊みたいにね、変えて、で、妻と娘の足取りを、教えてもらったというところですね。こっちか。男爵から家族の話を聞く。タマラを見つけるっていう風にもうね、クエストに出てるんで、タマラは、生きてることは確実だと思いますね。妻の方はちょっとわかんないね。妻の方は、ラバーキンが言った家の人たちも知らなかったんで、どこにいるのかなと。男爵から家族の話を、最初に聞いて、次に娘のタマラを見つけに行こうかなと思います。前回ね、弟と馬を救出できなかったんだけど、あれどうなったんだろうね。大丈夫っぽいね、なんか絶対大丈夫じゃないけど。よいしょ。よし、ここだ。おう、何今の。ムービーシーン飛ばしちゃった今。あ、始まった。ちょっと話が。時間がない、なんだ、なんだ。なんだ。あの夜、男爵はみんなに扉の鍵を閉めて、家から出ないよう命じた。お前と男爵は何をした？それは男爵に聞け。そういえば、彼はどこにいる？庭だ。近頃はずっとそこに座ってる。酒は？いや、飲まず食わずで座ってるだけだ。大丈夫かな？体調悪いんかな？こんにちは。男爵。そこにいたか。立ち葵が見えるか。スミレ色の花だ。ナザイルから取り寄せた。アンナが何かの話を読んで、どうしても欲しがったんだ。花の世話をしている時のあいつは、とても幸せそうに見えたよ。あとはあれだ。ヒラヒラしたやつ。ゼリカニアでは楽園の鳥と呼ばれているが、タマラは楽園のドラゴンと呼んで大のお気に入りだった。デアがどの花を気に入るかわからないのが残念だが、あの子の魂が解放されてよかった。家族の話をしたい。家族の情報を入手した。何かわかったのか。中に入ろう。外は少し冷える。何か分かったか。娘はオクセンフルトにいる。なんだと。無事か。元気か。安全なのか。なぜ連れ戻さなかった。依頼になかったからな。娘は安全なんだな。姿くらいは見たのか。いや、だが逃亡を手伝い、かくまった男と話した。タマラは無事だ。集めた情報からすれば、もう会いたいとも思っておらず、戻るつもりもない。愚かな農民など信用するか。助けたのが誰であれ信用するものか。本当に安全か確かめたいんだ。会ってこい。お前の目であいつの無事を確認するんだ。他の誰も信じるつもりはない。行ってきてあげますか。仕方ないね。いいだろう。ありがたい。これは感謝の印だ。それからこれも役に立つだろう。通行証と。通行証だ。うん。レダニア人がポンターの三角巣を制してからは、これなしでノビグラドまで行くのは難しい。お前には二人とも見つけるよう頼んだはずだ。アンナについては何か分かったか。心配するな。彼女のことは後で話す。だが先にシリのことを教えろ。約束通りな。仕方ない。約束だからな。療養中のシリを狩りに連れ出した。乗馬でもすればずっと床に伏せていた体にいいと思ってな。あの娘はまさに幸運の化身だ。あの大きさのイノシシを狩るとは、フォルテスト王の祝宴にふさわしいほどだ。陛下がまだご存命ならな。
シリー、こっちへ。お尻は全部お前が食べていいぞ。見事だったよ、お嬢さん。悪くない。だが剣を持ってイノシシ狩りに行くやつがいるか。弓がなかったのなら剣でやるしかないでしょ。いや、美しい剣さばきだった。どこであれを習ったんだ。これは旅の途中と言っておいた方がよろしいかと思われますね。旅の途中、うん、あちこちで少しずつね。一人で世界を歩き回ったと言ってたな。もう一人じゃない。この女は仲間だ。そうだとも。仲間の一員だ。一緒に飲み、一緒に野生のイノシシを殺した。とはいえ、どうやってここに来たのか誰も知らない。男の格好をして剣を背負って、本当のところ何者だ？傭兵か？ウィッチャーと言ってはダメだ。ダメだと思うんで、そんなところねと流しておきましょう。普段は自分の用事に専念して、稼げるお金があればたやすくは断らないってところ。こんな世界じゃ女も自分で稼ぐ方法を知ってないとな。よし、わかった。女でも剣を振ることはできる。それを見せてもらった。だが鶏以外にちゃんと乗れる女は見たことがない。馬に乗ったらフラフラだ。女どもが馬に横向きに乗るのは何も不思議じゃない。じゃあかけてみる。俺を馬で追い抜けると思うか。面白い。何をかける。黒いメス馬、馬小屋にいるやつよ。おい、そいつはまずい。何が問題なの。あら、ずいぶん憂鬱な顔ね。女と競争するのが怖いの。あれは俺の馬だ。男爵閣下と競争できるとは光栄ですわ。おお、これは見物だぞ。まったくだな。よし、だが勝ったらその剣をいただくぞ。決まり。マジ？俺は今夜はもう飲まない。じっくり作戦でも練るんだな。日の出とともに始めよう。お、日の出ですね。北テメリア・ベレン。夜が明ける。準備はいい？万全だ。塔がゴールだ。双方騎乗。3、2、1、いける。全力疾走。お、いける、はい。お、え、遅。そうはいかないよ。いや、早い早い早い。早くなってきてる。いけるいける。え、馬の気力これ切れるってことないよね、まさか。こっち行って、ちょっと、行き先マーカーがこれ違うとこたまに指し示すんだけど大丈夫かな。よし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 。この距離。お、だいぶこれリードしてる。インコース攻めてきてるな、相手。ここか。オッケーオッケー。いける。あ、余裕じゃん。嘘！なん、失速するな、失速するな。あぶね。あれ？あ、勝った？あ、ぶね。え？勝ったのこれ。どっちなんだこれ。女じゃない、まるで風だな。勝ったんだね、危なかった。素晴らしい走りだ。馬は受け取れ。ありがとう。なんだ。おお。もう一勝負ね。男爵いると心強いな、なんか。ボス戦かな。
女は正気を失ったように叫んだ。一瞬でみんなが賭けを忘れた。全員逃げ出した。自分の身を守るために命がけでな。それで助かったのか。何人かはな。他の奴らは運がなかった。だが次の出来事は、いいかウィッチャー、俺もいろいろ見てきたが、こんなことは一度も。どうせ続きは話さないんだろう。察しがいいな。妻を見つけたら続きを教えてやる。気になるね。グエントをやろう。急にグエント。妻の居場所はまだわからないので、え、これにしてみようか。奥方の情報がある。なんだと？なぜそれを早く言わない？どこにいる？なぜ連れて帰らなかった？クルックバック湿原だ。食べ物も住まいも仕事もある。そこを離れたがってる様子は微塵も見られなかった。連れ戻すのがお前の役目だ。住み心地なんてどうでもいい。彼女を見つける約束だった。そして見つけた。取引はそこまでだ。お前はまだ俺のことを卑劣なクズだと思ってるんだろう。この件は全部俺のせいだと思ってる。俺の意見は関係ないでしょ、そこにはね。どう思うかは関係ない。軽蔑しているようだな。ウィッチャーのことは知らないが、俺たちの住む世界には白黒はっきりしたものなんてありゃしない。どっちだこれ。ちょっと難しくなってきたね。お前の話も聞こう。自分だけの責任ではないとでも言うつもりか。いいだろう。お前の言い分を聞かせてもらおう。アンナとは一目惚れだった。アンカーの戦いで肩に槍が突き刺さった時、傷の手当てをしてくれてな。回復してすぐに結婚を申し込んだ。あいつは喜んで涙を流したよ。すぐにタマラが生まれて、俺はシダリスへ派遣された。領主がエサイン王に反逆して、フォルテストが援軍を送ったんだ。戦いに次ぐ戦い、紛争に次ぐ紛争、戦場暮らしだ。家にはめったに帰らず、酒に安らぎを見出した。安酒に浸りすぎて家へ帰れた時には手放せなくなっていた。それから何が？なるほど。それで？前線から前線へ、戦場から戦場へと渡り歩いて軍歴を稼いでいる間、アンナは何ヶ月も赤ん坊と二人きりだった。後から分かったが、それほど孤独ではなかったのさ。三年の間、幼馴染のエヴァンの腕で慰められていたんだ。いやしい男め。わかるか？俺は一度も浮気をせず、誘惑を頭から払いのけたのに、アンナは何年も不貞を働いてたんだ。全く心配してなかったさ。愛していたからな。なぜ気がついたんだ？ある日家に帰るとアンナの姿が見えなかった。置き手紙があって、俺を愛していないと。あのヤサ男のために俺を捨てると書いてあった。タマラも連れて行かれた。馬にケツを蹴り飛ばされた気分だった。奴を探しに行ったさ。女たちを取り戻し家へ連れ帰るために。だが奴を見て心の中で何かが変わった。ドス黒くな。俺はゲス野郎を殺し、死体を犬に食わせた。血まみれとはそういうことか。あ、そういうことかな。これ聞いてみよう。血まみれ男爵と呼ばれるのには根拠があったわけか。何？お前のあだ名だ。これで納得だな。いや違う、それは全く別の話だ。
アンナは何と。うん、血まみれ男爵はそういうことではないと。そんなことをしてアンナが喜んだとは思えんな。はあ、随分と控えめな言い方だな。妻は感情むき出しで反狂乱で飛びかかってきた。蹴ったり引っかいたり。最後はナイフを手に取った。かわさなければ俺は死んでた。殴ったのはその時が初めてだ。落ち着かせるためにな。そうするしかなかった。変わってしまったものは二度と元には戻らなかった。アンナは自分の命と俺の命を何度も絶とうとした。何度も繰り返し汚い言葉を吐き挑発してきた。また殴られたかったのかもしれん。妻は愛を奪われ、夢を壊され、殺されたも同然だと叫んだ。どれだけ謝っても、どれだけ腕いっぱいの花や贈り物を届けても、少しも気にかけなかった。二年過ぎて怒りは無関心へと変わった。妻の発作的な癇癪や、俺の酒癖の悪さで中断されることはあったがな。どうやってかはわからないが、俺たちはあの日々を乗り切った。これで少しはわかっただろう、俺たちの過去のことが。なるほどね。いや、お似合いの二人ではないね。俺には関係ないことだ。どっちだこれ。わかんないな。わかんないな、これどっちだ。男爵だけの責任でもなさそうだね。妻のアンナさんにも責任はあるね。関係ないことだかな、多分。その話がどうした？妻との関係？お前の問題だ。俺には関係ない。ああ、ウィッチャーめ。そう言うと思ったよ。とにかく、アンナを連れ戻す気がないなら、せめて妻がなぜあの沼地に行ったか教えてくれ。ヨーバと契約した。彼女はヨーバと取引した。おそらく、正気を失ったんだろう。取引？どういうことだ？彼女は望まない子供を身ごもっていたんだ。そして妖婆に助けを求めた。奴らは一年間の奉仕と引き換えに解決を約束した。そして約束は守られた。奴らの歪んだ方法でな。つまり？アンナは胎児が消えると思ったんだろう。だが実際は妖婆に力を吸い取られ、結果的に流産を強いられたんだ。正気を失い始めたのはその時だろうな。それから奴らは彼女を魔法の鎖で縛った。抵抗すると激痛をもたらす鎖だ。魔女と取引だと？最悪だ。何かの冗談だろう。助け出さなくては。失言に放ってはおけない。失言行くのはおすすめしないかな。どれだろう。全然わかんなくなってきたよ、これ。おすすめはしないな、確かに。うん。たとえ武装した部下と一緒でも、沼地に踏み込むのはまずい考えだ。あそこは危険すぎる。妖婆はお前が思っているより厄介な連中だ。妻が帰ってくるまで座して待つつもりはない。お前は自分の娘を連れ去られたら何もしないのか？そんなことはない。だが俺はウィッチャーだ。そして俺は愛する者たちの人生をめちゃくちゃにした父であり夫だ。部下を集めて湿原へ行ってアンナを取り返す。シリについて聞こう。約束だ。俺は役目を果たした。今度はお前の番だ。約束だな。どこまで話した？バシリスクに襲われた話だ。ああ、そうだ。巨大だった。頑強な怪物だ。俺たちの目の前に降り立った。もう終わりだと思った。危ない！
もしこれで俺が死んだら要塞から何でも好きなものを持っていけ。死なないわ。化け物に俺たちの腕を見せてやろう。お、毒食らった。あいつ封印してきおった。さ、動こう動こう。おお。さあ、シリのこれがね楽しい。降りてこい。よし。よし、いいぞ。めっちゃ攻撃してる。大攻撃。オッケー。おお。短縮。男爵塔の最上階。オッケーオッケー。今行く男爵。持ってはおけない。え、何これ。塔の最上階でどっから行くんだこれ。ここら辺。あ、お、どっから行くんだこれ。こっちか、ここか。え、ちげえなこれ。どこやどこやどこやこれ。多分この馬車を乗り越えて、乗り越えられない。ほう、どこやこれどこや、ちょっと嘘、どこや、え、ちょっと待って、ここの上、え、どここれ、ちょっとここ嘘でしょ、どこや、こっちか。オッケー、登れた。ここか。どこやねん。お、自動的に登ったっぽいね。忘れ物はないな。ええ、ありがとう。俺を助けてくれたことは決して忘れない。あなたも助けてくれた。ここへ運ばれてきたとき、食事をくれて、面倒を見て、傷を手当てしてくれた。これでお愛子。出ていくことはない。いい仲間もいる。いつも温かく迎えてやれる。行かなくちゃ。勇気に追われてるワイルドハントよ。力を使ったのがバカだった。
きっと嗅ぎつけられたのね。ワイルドハント、追われてる。ここに残ればみんなを危険にさらす。扉と窓にカンヌキをかけるよう伝えて、そして夜にうろつかないようにって。それでどこへ行くつもりだ。まずはノビグラドへ。その後はわからない。そう言ってシリが去った後は虚しさしか残らなかった。なるほど、ノビグラド行きましょうか。ではまだノビグラドにいるかもしれないな。彼女を助けてくれて感謝する。ああ、これで知りたかったことは聞いただろう。急ぐべきだ。だができるなら早く言え。アンナの元へ行きたい。解放して連れ戻したい。自らの意志であそこにいるとは思えない。話を聞いてないようだな。沼地へ行くのは危険すぎる。聞いたさ。だからお前の助けがいるんだ。これ以上シリの話はない。だが同行してくれれば持っているものは惜しまない。少しもな。これはなんだかんだ言ってね、血まみれ男爵はやっぱりこう情報をね提供してくれたんで、助けましょう。これは、金はいくらあっても困らん。なあ、そうだと思う。部下を集めてダウンオレンへ向かう。そこで合流しよう。よし、いいだろう。おおお、どちら様。なんだ、ここにいたな。また逃げました。失礼、お邪魔しました。今のは何だ。こっちが聞きたい。人間か怪物か。部下はウーマと呼び怪物だというが、俺には人間に思える。アーダルのクソぐらい醜悪だが。なるほど、怪物には見えないね。怪物には見えない。だがメダルが震えている。妙だな。どこで見つけた。実際おかしな話だ。カード遊びで勝ち取ったんだ。カード遊び、あれ、あれをかけて戦ったんかね。おかしな話。どんな風に。一度ノビグラドへ行った。保養と町の娯楽に興じるためだ。宿屋に泊まったらそこの連中が遊んでいたから参加したんだ。その日はカードがついていた。次々にすごい手が入って金を巻き上げた。ある商人がとりわけムキになった。スケリッジで仕入れたもの全てを賭けで失ってたからな。そいつがもう一勝負をせがんだから受けたんだ。何を賭けるか尋ねたら、あの見せ物を出してきた。欲しくもなかったが、何か取り返すチャンスをやろうと思ったんだ。だが奴は運がなかった。それでウーマがここクローパーチに来たわけだ。それだけの話だ。なるほど、これで宮廷同化師が手に入ったのと。これで劣気とした男爵だ。道化師までいる。ああ、だが何かしっくりこない感じだ。どこがだ。人間よりも怪物に見えるが、奴の目には知性が感じられる。単なる妄想かもしれんが、奴のようなものに会ったことは。いや、だが危険には見えない。なあ、まあそんなところだ。たくさんは食わないし、面倒をかけない限りはみんなの気晴らしになるからな。そろそろ出発する。それではな。じゃあな、娘が見つかることを祈るよ。良き父親だと証明しろよ。おお、
レベル8。お、スケリッチェの旅、ドクロマークついてるね、これ。ちょっとクエスト確認して。え、16? レベル8だよ、今。2倍も足りないよ、これ。どうする?あ、サイドクエストに追加されたんだね、これ。サイドクエストやりつつ、そうだね、ノビグラドの仮装入れつつ、サイドクエストやっていこうかな。次回はね。で、キャラクターが3ポイントか。とりあえず、小攻撃、これがな、クリティカル率上げて、3上げて、このトランスってやつをちょっと抜こうか。あ、ん?でもトランスが、あ、これだね。アクシーを、ここに。うん。こんな感じかな。所持品が、おー!新しいこれ。石弓が手に入ってる。ダメージプラス1。こいつを装備してと。よし。そんなわけで今回はここまでにします。次回は、おほう!めっちゃダメージ食らったよ。クルックバック出現行きつつ、なんだっけ、ダウンオーレンの仮装だったかっていう、違う、ノビグラとか、これですね。やっていきたいと思います。そんなわけでご視聴の方、ありがとうございました。次回の動画もお願いします。